本当に悔しい。世代交代っていうこのダメージ的に引退しないといけないんじゃないか。あいつはカマセクムだった。何言ってんだって話ですよ。まだまだこっからでしょ。身体的なところに全く感じない。その上でテクニックとか経験値増えてるので、強がりでも何でもなくて客観的に見て今は一番強い。お祭りは野人の死刑にして日本人芸術に生まれた。下から付き合いが来て、それをうちの目線にした壊れるか、自然の摂理というか。俺もやりますけど、ごめんさんに喧嘩してるか、北を話し合いしてるか、それがまた自分に巡ってきたんだね。そこで俺はね、抗いますけど、まだ次が来たなっていう感じですね。海外でもやってみますし、制限を増やして、バイアス選手に立たないと次のステップに行けないので。聖なる墓石は、宇佐美賞バトルになっている。海外でも実績のある実力者、ここまで家族を下し、守備に乗る24歳。今年は俺の選手だと思ってますし、僕が持ち上げていく未来が見えてるという。パンチのスピードと質量を持ち帰りしました。日本人の総合学校がなかなか伸びよっていう選手ってないですし、やっぱスピードが高いんだよね。ビビってますかね。最近なんかネオドメンってついてるのが、スピードとかっていうぐらいのなんか試合っていう感じがしますけど、今回だと木村アフリカの選手を倒してやって、適当になんかシステムしたりまだまだね、全然アマチュアなそこの厚みっていうのを見せて、自信と見せたいと思います。スイーツファイナル。まさか苦しかったっていうか、全然いいわけです。しました。大人ですから。大人の祭りを見せてやる。